はい、どうも無名です。今日もね、楽しく仕事の実況やっていきます。はい、今回はですね、この、探検隊のね、福袋宝がね、5個販売されて全部買って、リセットもね、5個ついてきてるので、分回してどれぐらいね、ドラゴンメダルとかもらえるのかなというところをね、見ていきたいと思います。今までね、300枚とか出たことないんで、そこら辺を狙っていきたいですね。今までね、最高でも100、200いったことあったかな、覚えてないんだけど、とりあえずやっていきましょう。いくぞー、いくぞさあ、5枚あるんでね、1回くらいは300いってほしいね。俺の中では初の体験をここで。お、いいね。レアバター券50枚に大盛り1。さあ、連打していく、連打し、63枚。ちょっとケチだな、運営さんもケチですね。さあ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 、止まらずにここもどんどん進んでいく、進んでいくぞ。飛ばしていくよ。30枚、トモトレ満タン5個、なかなか少ないな。さあ、50枚とかで止まんね。58。ちょっと待って、この流れあかんよ、この流れあかんよ、あかん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 気がするよ。さあ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 、あ、50枚にトモトレ5個、ハンバーグ3つ。さあ、ここでもらえるか。いや、怖いな。なんか結構ね、卵の割れ具合でね、何枚か読めるっていう人もいるんだよね。すーごい。うわ、藤原竜也。やばいな。ちょっと。ちょっとやばいよ。雲行きが怪しい。100枚もね、突破しない気がする。やばいぞー。やばい、なんでやれー。さあ、この1枚が最後のね、砦ですね。ここを突破できるかできないか。いやー、レアバター券が30枚、つまりはここだけ減らされてドラゴンメダルが300枚というパターン。俺は信じるよ、信じるよ、俺は信じている。